こんにちは、チキンチャンネルの藤田です。今ねホームセンターに鳥の餌をね買いに来たんですけど、今ホームセンター鶏なんか全然売ってないんですけど、袋が結構置いてるんですよね。でね、やっぱちょっと変わった面袋がねいてね、ちょっとね店員さんもいて撮りにくかったんで撮影はしなかったんですけど、いやすごい可愛かったな。去年ねいつもの河川敷で鳥を連れて散歩してたらね、メンフクロウをね連れた小学生の女の子がお母さんとねメンフクロウをね肩に乗せて散歩させてたんですよ。でね、チキンチャンネル見てますって言ってくれて、あそうなんですかっていう話をしてたんですけど、僕もね飛ぶ鳥をね肩に乗せてね散歩するっていうのはやっぱ憧れですよね。まあちょっと紐はねつけてましたけどね。で動物系の YouTube ってまあいっぱい可愛い動物多いじゃないですか。まあ犬とか猫はもちろんね、カワウソとか鳥どもオウムとかインコとかね、ちょっと面白い仕草したりするんで、でフクロウとかもすごい可愛いじゃないですか。最初からねちょっとニワトリの YouTube なんか見る人いるんかなと思ってたんですよ。なのでねちょっとニワトリさんはとメンフクロウがいたらもっとね賑やかなって面白いかなと思うんですよね。まあね今見てるね登録してる方々はねニワトリが好きで見てくれると思うんで、こういうことはねあんま話は聞きたくないと思うんですけど、ちょっとね心が動いてます。近所にね爬虫類屋さんがあって、まあ爬虫類屋さんなんですけど、そこでねその女の子はねメンフクロウ買ったらしいんですよね。レンタルしてくれへんかな、ちょっとね今迷ってます。どうしようかな。ごめんな、ニワトリに限界があるなんか言って。君たちのことはね好きやねんで、はなちゃん、はるちゃん、ふーちゃん大好きやねんで。でもね一回ね空を飛ぶ鳥っていうのを肩に乗せてね河川敷で話してみたいなって、あの子みたいに思ったんですよ。なのでね焼き餅は焼かないでね、これから3羽の鶏と1羽のね可愛いメンフクロウちゃんのね4話でこのチャンネルをねやっていきたいと思います。メンフクロウのピーちゃんです。あー可愛いピーちゃん、ピーちゃんです。あー可愛いな。じゃあね新入りをねピーちゃんね、メンフクロウのピーちゃん受け入れたってな、特に金棒ハルちゃんの時にやっつづいたあかんのよ。そして一番つつきそうなんはハル棒つづいたあかんよ。フーちゃんちゃんと見守ってな、ボスとして。じゃあメンフクロウちゃんです、面会。ちょっとびっくりしたな。もう一回面会。ちょっと怖いかな。可愛いのになピーちゃん。ハルちゃん可愛い。君の好きな。あそうか、青リンゴは初めてやもんな。じゃあちょっといつものところに設置します。はい、設置しました。ちょっとまだ続かんといてよ。はるちゃんはね、興味を持ってますね。正面から見ないとね。はるちゃん、目合わせね、あっち。何その顔。フリーズ？ふーちゃんおいで。よし。じゃあ、またまたね、毎度おなじみなんですけど。周りにミルワムを置いてみたいと思います。金棒クロワッサンになってるで、ね、
警戒するときはクロワッサン、ブラッククロワッサンね。はるちゃんはね、好奇心が旺盛やから気になってるけど、あ、遠ざかった。よし。ふーちゃん見なかったふりしてんのやな。よし、ちょっとね、日も暮れてきたんで、ミルワンも設置したいと思います。青リンゴを切りました。胴体は大根。かなりね、顔に比べて作りが雑なんですけど、あの羽は白菜です。今日鍋です。鍋にするんで、で目ん玉はブルーベリー、くちばしはナッツです。カシューナッツかな。ではね、いつもみたいに、このメンフクロウちゃんの前にミルワームを設置したいと思います。ミルワーム設置じゃないや、ミルワームを置きたいと思います。はい、ミルワーム、はい。ビビってる。ふーちゃんおいで。ふーちゃんミルワーム。怖くないやんの、ピーちゃん。危ない危ない、怖いぜ。肉食やからな、フクロウは。ガブガブ。ふーちゃん、ふーちゃんめっちゃ警戒してる。後ろから見たらめっちゃ可愛いんやけど、これ。腰引けてるよ。周りのミルワームは食べたんですけどね、目の前のね、ピーちゃんの目の前のミルワームは食べてないです。わっ、あ、わーで驚かへんな。ピク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 。怖いけど食べたいの。すごいね、こんな怖い思いしてでも食べたいんやな。卵を産む母は偉大やな。ふーちゃんどこ見てんの。ふーちゃんおいで。仕方ないな、生き餌使おうか、生き餌。はい、みんな大好きジャイアントミルワームです。お、ふーちゃん食べた。ふーちゃん、かなちゃん食べたら。はるちゃんの食欲がすごいな。なあ、怖くても食べんねんな。あ、もうだいぶ慣れた。かなちゃんとふーちゃん食べてないな。ちょっとあげるわな。大丈夫？ふーちゃん捕まえたぞ、逃げてばっかりで。ふーちゃん、ふーちゃん来ました。ふーちゃん、ほら、これ新しい仲間よ。ふーちゃん、ふーちゃん嫌な。ふーちゃん、それ見えへんか。ふーちゃん嫌な。
足長いな、ブラマのこういう写真よく見ますよね、足長いのデローンとしたやつ、デローンと。ふーちゃん怖かった、嫌なのか、危険なのはな避けた方がいいねんな、やぶ蛇になるもんな、ふーちゃん。はるちゃんは大丈夫かな、はるちゃん、ちょ大丈夫やな、やっぱり最後はねこの人かな坊です、かなちゃん。なんか鳥を騙すことがね、なんか目的みたいな風になってきましたけど、そういうわけじゃありませんよ、このねコロナ禍でステイホームで楽しむために、ね、フルーツをいろんな形に切ってみようっていう、そういう企画ですんで、ね、いかに鳥をビビらせる企画かというわけじゃありません。はい。ふーちゃん全然食べてへんやん、やっぱ若者はすごいな。ええねんな、ふーちゃんはな。いや大成功やなこれは。前のね鶏とかミッキーみたいに凝ってないんですけど、シンプルなんですけどね、まあ、シンプルな方が楽しいかな。お、白菜食べた、かなちゃんすごい、羽が白菜ってことに気づいたな、さすが。こうやって何事もね最初は挑戦していかないとね、トライザベストやな。どうしたのはるちゃん、何何これ、スマホよスマホ。スマホのどこ届いてんの、食べれませんよ。お、かなちゃん気づいた、えらい。お、偽物とかと見抜いたな。あ、羽取れた、羽取れてもうた、かわいそうに。取れたよって言った今。ハルちゃんそれ羽やからな。はい、せっかくね羽もう一回つけとこう。ふーちゃん、ふーちゃんくちばし食べた。ドライのナッツはねあんま良くないって聞いたことあるんですけど、まあ1個ぐらいだったら大丈夫でしょう。高いのにな、カシューナッツなんか。ナッツまだあるんですけどね、ナッツ体に悪いんやったら煮干しさせてみよう。学習能力があるんよね、いろいろ試してみて。かなちゃん偉かったな。煮干し食べてんの。ご飯好きのふーちゃんはこんなことよりもフルーツよりもね配合飼料の方が好きやから、早くお家帰りたいかな。なんやろな、これな。
顔みたいな、フルーツみたいな。あ、5時や。じゃあ部屋入るかな。お、かなちゃんブルーベリー食べた、みんたま。やっぱかなちゃん賢いな、食べるためなら。ちなみに僕はね、ふーちゃんタイプじゃなくてね、かなちゃんタイプですね。あの勇敢とかそういうことじゃなくて、行き当たりばったりというか、当たって砕けろっていう感じで、そういう性格です。あ、違うな、結構ビビりやから、はるちゃんタイプかな。食べたいけど、なんとかしたいけど、どうしようかって。よし、じゃあお茶入ろうか。はい、ふーちゃんお待たせしました。あ、実がなくなってもね、ちょっとブルーベリーで色つけたんで、メイン袋っぽいな。ピーちゃんおやすみ。また明日ね。無事やったら目ん玉入れるけど、まあ、僕が仕事から帰ってきた時にはなくなってるかもしれへんな。ふーちゃん早飯食べたいな。ごめんごめん。はい。サザエさんのエンディングみたいに入っていたな。はい、じゃあいっぱいご飯食べてください。おやすみ。これ暗くなってから見たら結構怖いな。喧嘩せんとねえよ、はるちゃん。おやすみ。